で対戦してすごかった選手ベスト4。ベスト4というか今までウィナーズ、まあ、1年半ぐらい活動してきて結構な試合数してきました。その中で対峙してこの選手すごかったなっていう選手を1人ずつ挙げてもらいます。かぶりあり、かぶりあり。いやそれはもうかぶる可能性はある。あ、かぶってるしな。いや、こいつは俺じゃねえ、お前なシューマイみたいになってよ一人ずつ言ってもらいます。かぶ、はい、っててもそれしょうがない、まあ、そうやな、もうそれぐらい個人的に思う、それぐらいインパクトを残した選手ということで、これめっちゃ迷うねんけどな、俺は。まあでも簡単には一人選びづらいと思うけど、うん、とりあえず一人言ってもらう、まあ、ジャパンオールスターでもいいな。あ、もうそうです。だからプロ選手も出て、じゃあ誰からいきます。え、もうパッと出てきますか。俺もう一人いますから。じゃあ俺も先に言っていいですか。はい、俺は南葛 SC の楠上純平選手。はい、俺の中の候補でもありました。もうね、やばい人やばいかだってやばい。パスタッチってさ、だいたいさ、うん、自分のテリトリーにボールを置くためのタッチじゃん、だいたいなんかこう、うんうん、あの人、ファーストタッチ全部剥がすよ。そうやね、そうやね後ろに目ついとんじゃないかっていうぐらい、うん、ファーストタッチをこう、剥がしてくるのよ、うん、俺、あれは結構神ってると思った。あれ神です。クスゴットクスゴットクスゴットですもともと J1 とかでプレーしてる人だし、うんうん、クオリティ高いのはもちろんだけど、俺、オーストラリアでも対戦してんだよ俺。あ、そうなん。ウエスタンシドニーワンダラーズに楠上選手がいるときに、俺が2部チームで天皇杯のベスト16ぐらいだったんですよ。お前勝ち上がってきたってことか。やったんすけど、どっち勝った。負けました。両方出てた。ゴッドって言われてた。いやもうその時ゴッドでした。ファーストタッチなんであんなうまいんあの人。いや分かんない、ガチで。いや身長も多分俺より低いか同じぐらいの感じなの、うん、上半身分かんないけど、うん、結構細めの、うん、おつくはない、ね、そう体で、うん、あの技術は小さい選手見た方がいいと思います。対戦してもっと肌で感じる。肌で感じる。行こうと思ったらどこ行ってんのみたいな感じのタッチしてるから。対戦して肌で感じてあの人のもう凄さはもっと分かったよ。うん、いやほんまに俺衝撃的だった。いやあれはこんなファーストタッチ差出るんだって思った。俺も候補やった、うん、その人、うん、間違いなく。何歳ですか。上だよね。俺より絶対上。34。ジャイさんとかと34ぐらいじゃない。だってイニ選手より上でしょ。イニ選手がゴッドって呼んでる。崇拝してたって、うん、ね、うん、噂はね、世界広いと思ったけど日本もまだまだやばいな。いや上手い人めちゃくちゃいる。ガチで。じゃ次誰かす。俺は小泉。あ、ジャパンオールスターの裏レベル。あ、同じレベルで感じた楠上さんみたいな。あの人もマジファーストタッチで技術で全部剥がしてくる。バリ股とか狙ってなかった。やばい、行かれた。で、ファウルしてた。身体能力が高くないけど、もう技術で全員を剥がすという。しかもあの人はすごいとこ言っていい。両足蹴れる。そうそうよ。え、いくつ。龍馬とかの同じ。龍馬の同代、ね、しかもそんな小泉選手の代エグいからね。前行くあれでしょ、あの鈴木徳馬とかでしょ。鈴木徳馬選手、渡辺龍馬で、1個下に金子拓郎選手。あの人は札幌の、うんうん、マイク排出しすぎてね。時のマイクめっちゃ強い。取れる気しなかった、うん、あれ無理やった。目ついてんのかなと思ってた。レッツよね。しかもなんか全力出してない感じがこっちもやられんのよ。いやもうなんでみたいな脱力でやってる感じがしてなおさら心折れる。折れるね。小泉選手と楠上選手に対してはガッといきたくなる。ガッといきたくなる。それもかわされる。で、ファールになる。食いついたらめっちゃファールかわされるか。ファールになるから、ね、で、後ろから行っちゃってファールになるからね。あれは話一個戻るけど、楠上選手も翔平君がファールした時めちゃくちゃ痛い。結構鬼アフターで言ってたんですけど、当てていいよみたいな。当てていいよ。いや、あれガム鑑定でめっちゃ脱力してる。あ、俺もどっちかというとそっち系だから分かるけど。いや、お前、って言うやん。そうだから、もらいに行ってるわけよ、結構。剥がして、もらわせて、イライラさせるみたいなとこもあるわけよ、多分。だから、削られても別に切れることはない。削られ慣れてるから多分もらいに行って。むしろね、あんまり痛くない。確かに、うん、この痛くないやられてる。不意のやられじゃないから、うん、自分もくるっと上がってたら、はい来ますね、はいどうも、はいお前やったねみたいな。確かに確かに襲われてるから。確かにじゃあ誰にしようかな。もういるのよ、いっぱい。まあ俺はあれかな、大阪ぬいちゃん、うん、オラモスみたいな。
ミドルネーム大迫優也選手。ミドルネームラモス。半端ないってラモス。半端ないってではない。半端ないってラモス。中断してるやん。違う人だ。カメラの大迫ルイス。うまかった。あの子もうまかった。センスはマジで感じた。センスだな。センス、センス、センスだったな。あれさ、18歳だよ。高卒セレッソ行ってるからもう。センスよ。いや、あれとまあ福田師王くん。まあ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 。2人は飛び抜けてたね。いや、高校生じゃん。止められへんよ。あの40分の中で、決定的パスを2、3やられてた。やられた。これはもう。あとね、かわいい。やばい、まあ高校生だったら。確かに、かわいかったね。え、でも選手権のあのカツ入れるやつは、まあ、いや、あれはマジでちょっと俺らのイメージと違ったよな。あんな感じなの。ちょっとかっこいいな。確かに見送りとかもありがとうございましたみたいな来て、なんかめちゃくちゃ可愛い、ニコニコしてる。めっちゃ愛嬌あるしと思ってて、選手権見たら、はい、負けない意味ないよみたいな。そうめっちゃかっけえの。あれは締まるよね。じゃあそう、大迫力うまいよ。あの子は、あの子はだからそのクスカミ選手とか小泉選手とかまた散らせるよ、ね、うん、球離れ早いし。そうだね、走れる、何よりも。でもさ、体つきはさ、まだ線細かった。細いよね。でもまあこれからちゃう、その J 入って楽しみやな。プロ入ってちょっと揉まれてっていうのは、いやちょっと大迫選手期待ですね。福田修君もすごかったよ、ね、あの時、当時の相方は俺、康二郎でしたね。試合中に顔面蒼白してた。死ぬんじゃないかなと思って。ちょっと見てみたいですね。その、まあ、大迫選手がまたこの羽ばたいて世界に行って、福田選手にまたパスを送る、代表で招集されて、あのホットラインをまたね、古橋強豪、未来の匠みたいな。ああ、確かにね。コンボコンボ。 J リーグ出てます、ジュニ君は。大丈夫、まだ出てないですか。じゃあ今後に期待ですね。そう、中盤が熱い。頑張ってる。これはジャパンオールスターズ、はい、佐々木翔選手。それすごいわ。 あれはもうやばい。もう京都の鬼と俺で鬼だな。やっぱ対峙して分かった。見てやばいじゃん。確かに分かってた。なんならもうだって、まあ、分かった。もう見れば分かるじゃん。これやべえな。もうその時中盤で出とって、あ、だからボールが来てバーンってやられたけど、もう俺後ろから来るって分かってたけど、マジどこにいるか分からんくて、で来た瞬間上からバーンって、もうこれ一生勝てんって思って、その時わってなって強っと思って、もうさすが京都の鬼やなと思ったら、京都の鬼、俺入ってたアクティバイトで破れてた。やっぱ上も下も行かれてた。そう、上も上で叩かれたのに、靴下にあのスパイクが引っかかって、うん、それで破れてる。でもそれめっちゃ嬉しい。本気で来てるよ。そう、マジで。お前に対して鬼の本気で来たってことやん。本気か分からんけど、その一瞬は出し切ってる。いや、そう、幸せだってあの手負けは。確かに。だって J 対 J の時一回ヘッドヘディングしやがった。何だよヘディング。戻りながら首だけでバーン。バゴーン。頭バゴーン。人って頭でそんなボール飛ぶぐらい。いや、マジで。あれ人クォーター入ってる。クォーターなのよ多分。って聞いたことある。ドイツかなんか。やっぱその血が多分強いと思う。あれ多分シューズしここにバネ入れてるの。もうベラミンみたいな。スプリング入れてるの。お前ベラミンや。改造人間だからこういうのバイーンってやってる多分。お前そんな打った後こうなってないよ。こう打ってこうになってるから。それダメだろ。あの人だから前十字やってへんかったらもう多分ヤバかった。いや確かにあの人前十字やってますから。前十字先輩やるなって。うん、ほんまにマジでやってへんかったらでももう最強やと思う。あの人はやっぱ人間性もめちゃくちゃ神で。いや、ほんまにそれこそ前十字やったじゃん、うん、俺、この前一瞬だけ会ったんよ。その時に前十字のことだったら何でも聞いてねって言っとった。それで言うとマジな裏話言っていいですか。それ聞こう。名古屋の丸山選手で前十字多分3回ぐらいやって2、3回やってる。東京に丸山雄一選手。あれ、全く目識ないんだけど DM してきて、うん、もう前十字とか膝のことだったら何でも聞いてくださいみたいな。いや、めっちゃ年上よ。この間藤本淳吾選手も言われてた。もう言ってきたし、やっぱすごい人しかいない。すごいいい人だし、人格的にも。もうみんなやっぱね、J1 とかでやってる人ってもう人格者だよ。面識ないのに気にかけてくれるってなんかすごいよね。そう、ウィナーズとリゼも拝見してますって言って、僕も膝何回もやってて気持ちすごくわかるんでみたいな。お礼の動画見てくれて。すごっ。そう。膝
ザーやってる人多いんやな、今思ったら。いや、つきものであれよ、ね、強度高いじゃん、うん、これでも今こうやってまた復帰してやってるのすごくない？すごいよ、お前も復帰できるよ。いや、余裕、俺も1回しかやってないし。いや、確かに、なんか余裕、2、3回やってる人が、うん、おるもんな。だから俺なんかめっちゃ来るのよ。僕もやってます、私もやってますみたいな。4回やってまだやってますみたいな子とかもいたし。それやばいな。4回はやばいな。いやもうみんな精神力お化けよ。前十字は治るから大丈夫だよって佐々木選手言ってた。別人すぎて別の人種だと思ってる。でも確かに確かに。やった人が言ったらちょっと説得力あるしな、やっぱり。あの競技でやってたからな。いっぱいおるよ、他にも。いや、もういっぱいある。めちゃくちゃいる。だって、初戦のね、青森山田なんかも全員もうやられてますから。宇野善斗くんとかやばかったしな。めちゃくちゃうまかった。ああ、確かに。サンフレユースもね、何もできなかったですし。サンフレユースなんかもめちゃくちゃうますぎよ。みんなうまほんまに。もう勝てへんと思う。もう絶対勝てへんと。ということで、今言った選手が、全部4人が選ぶ、やばかった選手。4人です。はい、ということで、皆さんもね、ウィナーズの試合とか、J リーグの試合とか見ててね、まあ、この人やばいなっていう選手がいたらね、ぜひコメント欄にたくさん書いてください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。See you!